落ち込んだ時元気になる言葉。人はそれぞれ事情を抱え平然と生きている。伊集院静香、作家。ベストを尽くして失敗したらベストを尽くしたってことさ。スティーブ・ジョブズ、アップル創業者。ろくな晩じゃねえや、寝ちまえ寝ちまえ、寝て起きりゃ別の日だ。漫画サルスベリ、杉浦日奈子。世の中って俺より頭のいいやつの方が多いんだ。高田純次、タレント。いつか必ずチャンスの順番が来ると信じなさい。秋元康、プロデューサー。前向きにもがき苦しむ経験はすぐに結果に結びつかなくとも必ず自分の生きる力になっていく。落合博満、元プロ野球監督。ゴールは遠いなぁとがっかりするのも道のりです。糸井重里、コピーライター。負けたことがあるというのがいつか大きな財産になる。漫画スラムダンク、井上雄彦。反省することは反省する。でも一度寝たら忘れる。古田敦也、元プロ野球選手。君はこれからも何度もつまずく。でもその度に立ち直る強さを持っているんだよ。漫画ドラえもん、藤子 F 不二雄。仕事にやる気が湧いてくる言葉。前進できぬ駒はない。中原誠、将棋棋士。仕事はなめてかかって真面目にやれと思っている。俺はどの仕事もそうしてきているんです。テリー伊藤、演出家。
自分を少し抑えて肩の力を抜けば仕事は長続きする。関根勤むタレント。常に今日は明日の準備ですからね。今日やったことは必ず明日に帰ってくるんです。水谷豊俳優。一人一人が自分の仕事をきっちりとこなすこと、この個人プレーの連携が真のチームプレーなんだ。松尾武史、元ラグビー選手。小さなことを積み重ねるのがとんでもないところへ行くただ一つの道だと思っています。イチロー、プロ野球選手。一歩踏み出せるならもう一歩も踏み出せる。ドット・キスナー、フリークライマー。私は仕事したなって思って死にたい。漫画働きマン、安野もよこ。モチベーションという概念は希望につながっていなければならない。村上龍、作家。弱気は最大の敵。津田常美、元プロ野球選手。座右の銘にしたい言葉。強い者が勝つのではない、勝った者が強いのだ。フランツ・ベッケンバウアー、元サッカー西ドイツ代表。自分が分かっていないことが分かるということが一番賢いんです。鷲田誠一、哲学者。一度時刻を見ると世の中に辛い仕事はなくなるんです。苦しい経験を若いうちにするからこそ得られるものがある。池上彰、ジャーナリスト。成功の反対は失敗ではなく、やらないことだ。佐々木則夫、サッカー日本女子代表監督。
自分が幸せかどうかは自分で決めるしかないのよ。マツコ・デラックス、タレント。何かを捨てないと前に進めない。スティーブ・ジョブズ、アップル創業者。家をきれいにする、約束を守る、お礼の手紙を書く、そういう基本をきっちり続けることが自分の型の基本を作ってくれたと思っています。笑福亭鶴瓶、タレント。諦めたらそこで試合終了だよ。漫画スラムダンク、井上武彦。この世に生を受けたこと、それ自体が最大のチャンスではないか。アイルトンセナ、F1 レーサー。一番いけないのは自分なんかダメだと思い込むことだよ。漫画ドラえもん、藤子 F 不二雄。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。